こんにちは、ラビアンローズです。ローズグローブを買いました。無農薬バラ栽培歴20年目にしてやっとローズグローブを買いました。今までは作業性が良いので素手でやってました。素材の特性上、洗濯で多少縮んだり風合いが硬くなる可能性がございますと書いてます。昔、京阪園芸さんから買いました顔を寄せ付けない腕カバーです。今では販売されてないようです。ご覧のように男女兼用なので裏には花柄があります。私は黒色を表にして使っています。ガーデナー人口の 80% が女性、残りの 20% が男性と聞いております。男性用アイテムを増やしてほしいと思います。ローズグローブと腕カバーをつけました。これで腕のほとんどをカバーできます。ローズグローブを買う時のポイントですが、ご覧のように指先をつまめるぐらい少し大きめをおすすめします。理由は、汗を吸ったり洗濯したら乾いた後に若干縮むからです。これくらい少し大きめをおすすめします。水洗いして1日経過後、若干縮んでますね。こちらも若干縮んでますね。ビフォーアフター、親指縮んでないです。ビフォーアフター、人差し指少し縮みました。ビフォーアフター、中指ジャストフィットになりました。2020年から無肥料、無農薬、無堆肥、不耕起栽培のアンジェラです。8月17日。私は枝を細かく切り刻んで地面に落とします。理由は、地面に落ちた枝葉は微生物や虫たちに分解されて栄養に変わるからです。ローズグローブのおかげで全く痛くありませんでした。安心して奥まで手を伸ばせますね。森の中で暮らしていると野鳥のさえずりに癒される毎日です。剪定したアンジェラの株元はご覧のように枝葉や花でいっぱいです。無肥料、無農薬、無堆肥、不耕起栽培のスイートブライヤー、8月17日。誘引してみました。ローズグローブをしているとやりにくいですね。
チャンネル登録よろしくお願いします。バラが香るほど愛に満ちたバラ男子ラビアンローズでした。